WWS チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、安西かれんです。いや、もう本当にずっとずっと夢だったので、もう率直にとっても嬉しいというのが一番の感想です。このインオールって、ここにタトゥーが入ってるんですけど、このタトゥーのまま入れさせてもいただいて、まあ、意味はインオールラブで、全ての愛の中でという意味があるんですけど、もうお仕事もそうですし、プライベートもそうですし、なんかもう本当全ての愛の中でできているんだなっていうのをすごく毎日実感しながら、お仕事とかさせていただいているので、この写真集もすごいいろんなたくさんの方の愛が詰まっている写真集にしたいなと思ったので、このタイトルをつけさせていただきました。これ衣装は中にも入ってるんですけど、ちょっと水着の上に白いちょっとワンピースをこう着てるっていう衣装なんですけれども、まあ、イルカのネックレスとかも可愛くて気に入ってます。まあ、本当いっぱいお気に入りあるんですけど、まあ、顔表情とかで言ったらこの辺がお気に入りかなと思います。これ沖縄のお部屋の中で撮らせていただいたんですけど、ヴィラみたいなところの中なんですけど、このお団子がすごく新鮮で、こんな髪暗いお団子初めてなので、ちょっと新しい表情の感じとかもすごい新しいので、ちょっと自分の中で新鮮だなと思ってこれを選ばせていただきました。沖縄で撮ったのが3月頭ぐらいですかね。寒かったです。なんか本当プールのシーンとかもあるんですけど、すごいもう本当に寒かったです中学生の時の3年間ずっとアルトサックスをやっていて、でそこから、まあ、今でも趣味でたまに吹いたりとかするんですけれども、まあ、本当にちょっと音楽を始める原点となった楽器が割とアルトサックスなので、そういう楽器と、もう本当ここも幼い頃によく遊んでいた場所なので、そういうちょっと昔からの思い出を詰め込みました。なんかリボンとかもピンクで合わせてて、ちょっと三つ編みしたりとかしてて、このスカートもチェックですごく可愛らしい感じになっております。100点満点だったら120点ですねいや、もう本当にやりたい衣装だったりメイクだったりとかもすごく皆さんでこだわったし、場所もその地元の神奈川県藤沢市だったりとか、沖縄、大好きな沖縄とかで、もう本当に好きをねたくさん詰め込んだ一冊になっているので、もう本当に自分の中ではお気に入りの一冊になっております。この間初めて妹の写真集も見させていただいて、すごくかっこいい仕上がりになってて、まあ、なんかそういう話、もうめっちゃ良かったよみたいな、サインちょうだいみたいな話をよくしてますまあ今年もファンクラブイベントだったりとか、まあ、もちろんファンクラブに入ってない方とかでもね会えるイベントになってるので、まあ、今年もすごい夏を皆さんと一緒にしたいなと思ってますでもやっぱりこの写真集を通して、すごく自分の新しい発見というか、メイクの振り幅だったりとかも増えたので、そういうのでまたまたもっともっとこの経験を生かして、いろんな作品とか曲とか MV とかにも一緒に入れていけたらいいなっていう気持ちでいっぱいでございます今日は見てくださってありがとうございました、本当にとっても素敵な一冊になっていますので、皆さんぜひぜひお手に取ってチェックしていただけたら嬉しいです。ありがとうございました